ちゃ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 。はい、ゲイリーの山耳水。じゃじゃじゃん。ちょ、これで釣れっていうことなので、全色、ここにあります。じゃあ、一色ずつ見ていきたいと思います。全色紹介です。はい、ブラック。はい、濁り、冬場の土定番、ブラックです。これね、最近濁ってても、濁ってなくても釣れるよってみんなによく言われます。ブラックです。まあ、濁ったら、とりあえずブラック。濁ったらブラック。もうブラック、これ、ゲイリーのブラックってもう本当、定番になってもいいぐらい本当によく釣れます。はい、ピンク。はい、ね、これ目立つんでね、やっぱサイトとかで使われる方多いんですけど、僕は好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか。これね、好きな方が多いんで、ピンクって全ルアーのワインランプに入ってるじゃないですか。でも僕がピンク使うかっていうと、釣れないとは思ってないです。はい、で、ピンク使うんだったら、パールホワイトを使ったりとかしちゃうんで、なんでじゃあピンク使わないのって言われても、逆に言ったらピンクよりパールの使う人少ないかなって思ってるぐらい。ピンクもう今やちょっと定番化してますよね。来ちゃってるから裏を書くというかよりするって考えるとちょっとこれ見て、あ、小森さんもピンクなんですよとか言われたらちょっと恥ずかしいじゃないですか。なのであんま僕は使わないけどよく釣れます、はい、ピンク、はい、これはよく、はい、本当によく使う人も多いし、でやっぱね、山耳水、ね、これは代表カラーですね。はい、エビ味噌、これミミズって名前ついてますけど、やっぱりそのエビもワッキーで使ってエビっぽいアクションも出せるんで、エビを演出するにはぴったり。エビ味噌、エビ味噌って不思議な名前ですよね。いや、今回ヤマミミズそういった系のカラーが、はい、その最初の10色に数多く入ってるなって印象、はい、そのラメの入れ方とかベースの色の使い方とかが、まあ、よりね実践的なカラーをちょっとお目に入れてもらったっていうのがあるんで、はい、まあ、エビ味噌はねより実践的なカラーです、はい、赤系色の、はい、どこのフィールドに行っても濁っててもこれもクリアでも、まあ、どっちかというと濁りの中の方が強いかな。でもどこでも使える、まあ、最近となっては定番になっているグリファーに変わる新しいスタンダード、指味噌、はい、これはねぜひ使ってもらいたいですね、はい、次がですね、まあ、これももうこれミミズの中で一番、ミミズっぽいカラーです、スカッパのブルーフレーク、まあ、スカッパの、あ、ブルーフレーク、これブルーフレーク入ってるけど基本スカッパのっていうタイトルだけですね。スカッパの、はい、まあ、これは赤系色、はい、ミミズ系色ですね、はい、黒いラメも入ってます。これなかなかねいいですよ、はい、なかなか、まあ、僕はミミズの中でこれが一番好きです。そうなんですね、はいはいはい、これを愛してます。メモですよ、メモ、はい、これはねウォーターメロンソリッド、はい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 、昔は定番で必ずあるような、でも最近ね僕あんま使わないんですよこれ。あんまりないですよね。ウォーターメロンシードは使うんですよ、ソリッドはあんま使わなくなっちゃったんですけど、はい、黒粒粒が入ってるのが、まあ、ウォーターメロンシード。そうですね、はい、これミミズの中では一番おとなしいんじゃないかな色が、はい、はい、なのでね本当に微妙なサイトとか、はい、クリアウォーターの微妙な組み合わせの時に使ってもらったらいいんじゃないかなと思ってます、はいはい、これ結構ね逆にいいんじゃないかなと思って、必ずこれも僕はアタックボックスに入れてるカラーです。逆にっていうのはその目立たせるの逆っていうんですよ、はい、で、まあ、これにシードペッパーが入ったのがこれ、9194J っていうウォーターメロン、ブラックフレークウォーターメロンシードって言われてるカラーですね。それとそのソリッドな感じのが両方ラインナップされてる、本当食わせのカラーが、これねちょっと違うんですよ僕の中では。こっちの方がねやっぱシルエットが黒いんです、暗いんですよ、はいはい、ラメの量にもよるんですけど大きめのラメが入ってるんだな、このあれは。まあこっちの方がちょっと水中で目立たせることができるかなと思ってます、はいはい、まあ、なのでどっちにしろクリアウォーターの、食わせの時にはこれがいいかな。これねチャートって呼んでるんだけど、実際の名前が985っていうカラーです。985、はい、ツートンカラーの、チャートとウォーターメロンに赤いラメとシードが入ってるやつですね、はい、これね最近結構いろんなワームでこれ出てるんですけど、よく釣れます。結構チャートって今注目されてるじゃないですか、はい、そのチョーク上がってるんですよ、まあ、チャートのハードベイトってよく使う方多いんですよ。ワームのチャートって敬遠する方が多いんですけど、僕は大好きでチャートよく釣ってます、これもねクリアウォーター、マッティウォーター問わずにして釣れるんですけど、クリアだったら夏っていう感じで僕は考えてます、はいはい、釣れるカラーですね。まあ明滅を使ってルアーを隠したり出したりするときにすごく目立つから、はい、チャートが入っていながら半分消せるっていうメリットがあるんで、これはリアクションだったりとかそういうカバー周りで使ってもらえればいいかなと思ってます。まだ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 あるんですよね。
はい、じゃあ話しにくいところからいこうか。はい、他に似たような色が並びます。はい、まずはこれ363グリーンパンプキンブルーフレーク。はい、これこれ今ね、なんで迷ったかというと、ゲイリーもね、表記に場名表記とか多分コロコロ変わるんですよね。なので、しかもここに英語で書いてあるんで、ね、今ちょっとね、戸惑った。これグリーンパンプキンブルーギルになるのかな、はい、なんか、ちょっとまあブルーギルっぽいカラーなんですけど、これどっちかっていうと、はい、次に紹介する、はい、この、ダークブラウンブルーギル。はい、まあ、これと似てる、似てます。似てますよね。これね、はい、何が違うかっていうと、本職何が違うかっていうと、ベースの色が違います。はい、ベースが、グリーンパンプキンか、ダークブラウンかの違いです。はい、まあ、系統としてはね、同じですって、僕はこれ同じように扱ってます。正直、これあれ、リトレーターとか、はい、レッグアウトもこれ印象があるのかな、はい、あるんですけど、まあ、グリーンパンプキンの方がちょっと明るいんですよ。で、ダークブラウンがちょっと暗いんですよね。それによって、まあ、天候によって使い分けたりとか、水質によって使い分けたりしてる感じで、基本的には僕これ一緒のケースにドバッと入れちゃってて、はい、で、ちょっと濃い薄いを天気見てパッと使い分けたりはしてますね。まあ、これ一応使い分けてください。はい、微妙なタイミングで。で、似たような形色でもう一色あります。これウォーターメロンブルーギル。ウォーターメロンブルーギル。はい、これさっき言ってた、このブルーラメ系色の3兄弟の一番色が薄いやつです。はい、これ3つ並べてこうやって透かすと、ほら、透かす、太陽に透かすと分かりやすいんで、はい、あとでこれ釣り子さんがうまく技術を駆使して太陽に透かしたカラーを出してくれると思いますんで、3色でこれ濃い薄い分かれていきますんで、3色うまく使い分けてほしいなと思います。次はですね、これ、ワカサギ。はい、さっき僕ね、チャートリュースとかバブルガムインクって紹介したんですけど、派手系色では、まあこれが、この山水の中では3番目に派手なカラーなんですけど、僕これよく使います。はい、前回三島湖でサイトで攻略してた際も、はい、その色を多用されてる印象があって、そうですね、サイトでも見やすいし、はい、まあそのピンクほど目立たないし、はい、まあチャートほど、そのなんていうかな、まあチャートでもあの時良かったんですけどね、はい、まあチャートほどその何かカバー周りじゃない時、うん、カバー周りとかバス上向かす時はチャートの方が僕は好きなんですけど、ボトムで食わしたかったんでちょっと抑えようと思ってチャートからちょっと抑えた、はい、で視認性もあるからサイトで使えるっていうカラーで、ワカサギ、ワカサギって書いてますけど、ワカサギのことはもう頭の中から消してもらっても全然使いこなせるカラーです、はい、これリクワーメントのカラーです、はい、とても使えることでよく釣れますし、ワカサギとして使ってもらってもいいけど、僕はワカサギを頭から消しても使えるカラーで、はい、とってもいいカラーだと思ってます、はいはい、で最後に、みんな大好きグリーンパンプキン、みんな大好き僕の使わないグリーンパンプキンでございます、はい、なんで僕これ使わないかというと、はい、過去にも言ったことは思うんですけど、みんな使ってるからです。これに頼るとこれだけになっちゃうじゃないですか。で、まあ、これじゃなきゃダメなロケーションっていうのもあるかもしれないんですけど、僕はグリーンパンプキンを下げることによっていろんな色を使い分けてる。グリーンパンプキンを持っていかないことによってグリーンパンプキンの代わりに 2,3 色持ってるっていうようなことをやってます。まあグリーンパンプキンだけでいいんだよっていう人も世の中にはいてもいいとは思います。でも、そこから一歩踏み出していろんな色を使い分けることによって釣果とか釣り方とか、はい、そのポイントでのルアー選択の幅がちょっと広がるっていうのは頭隅に置いておいてもらいたいなと思います。なのでグリーンパンプキンは僕はあまり使いません。はい。はい、まあいくらここでディスローが使わねえっていうがいらねえっていうが売れるんで、グリーンパンプキンは間違いない定番っていうのは。はい、定番じゃ定番です。釣れます。釣れるのは間違いないです。でも僕は愛してないです、はい、誰かいろんな人に愛してもらってください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれで全10色っていうことで、はい、まあ、10色全部で釣ってください。今日10匹釣れないからそもそも今日 とは言わないで、はい、でもまあタイミングタイミングでそんな釣りも見れると嬉しい、はい、まあ、今日はね水が濁ってるんでやっぱ苦労かなと思うんですよ、はい、これね脇掛けにして2色つけるとかいうのも面白いですよ。はい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 、ちょっとこんな状況になるといろいろ試したいんですけど、そうですね、はい、まあ、ちょっと濁ってるんでね、つけるとしたら2色つけるとしたら黒とチャートかな。もうシルエットをもう出しまくってやる、はい、そういう感じ、まあ、そういう使い方もありですね、はい、脇掛けで2個つけるのも全然いいし、はい、でも今日は何やるかな、ふさみ水、ふさみ水、いやでも今日はネコリグかな、やっぱり素直に、はい、それからジグヘッドでやりたいなと思ってます、はい、じゃあ1日今日もお願いいたします。1日もうすでに半日だけどね。
ゴリになれるとは濁ってきましたよ、心が。え遠いからね、間もなく釣り。あ、釣ったほら、心が濁ってきたら釣れますね。ちっちゃいけどバスですよ、ほら、一応ほらミミゼ釣れたぜ。